皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の2月の26日金曜日ですね。時間がちょっと遅れまして午後7時18分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、日銀のマイナス金利導入は黒田日銀の異次元の金融緩和が国民資産を合法的に略奪する金融テロだったことがバレる前にリスの指令で強行されたショックドクトリンだと。ショックを与えて、日本国民の思考を停止させると。そしてこの合法的な金融テロであるということを隠蔽するという目的でしょうね。土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶が6杯ですか。コンティニューコインが 2枚ですね。配信ありがとうございますということです。で、今日のメインテーマ、これは結構内容が濃い、もので、ちょっとそれに集中したいなということで途中を省いてますので、よろしくお願いします。今日の最新のお知らせですね。明日土曜日は定休日ですので放送はお休みと。それから明後日日曜日2月28日毎月第4日曜日はイギネット会議というのを東京でやってたんですけど、当分お休みするということで、明日は あさってか日曜日、午後2時より、ワイワイニュースライブの週刊レポートを放送しますということですね。この1週間のメインテーマを再度おさらいするということです。それから同じあさっての日曜日2月28日午後7時より英語放送ワイワイニュースイングリッシュを放送しますということです。英語放送は今年の2月の7日から始まりましたんで、約1ヶ月ですね。それからフランス語放送は毎週水曜日、これは去年の10月の7日開始しましたんで、10、11、12、1、2と5ヶ月やってるわけですね。ということです。コンティニューコイン、エレファントムさんですね。からミライサテさん、お茶ですね。ありがとうございます。そして今日の一言ですね。これは今日のメインテーマの中に出てきますけど、準備預金制度こそが1日100円以下で生活する全世界12億人、1日200円以下で生活する全世界30億人の極貧層を生み出したんだと。2番目、預金準備制度こそが米国、日本、英国をトップに先進諸国を大格差社会に変貌させた根本原因なのだと。3番、準備預金制度こそが全世界の 1% 以下の超富裕層、一説によるとたった62人が全世界の富の半分を独占している根本原因なんだと。準備預金制度こそが個人も企業も地方自治体も政府も世の中のすべてが銀行によって高金利の借金付けにされている根本原因なのであると。5番目、準備預金制度こそは政府と地方銀行と民間銀行がグルになって民間銀行に独占的に信用創造特権を与えて国民から資産を合法的に横領する無からお金を生む詐欺システムなんだと。6番目、国民はこの合法的な詐欺システム、準備預金制度のからくりを全く知らないまま民間銀行に資産を略奪され、全員が借金付けにされてんだと。こういうことですね。今日の一言、6つですね。準備預金制度ですから、準備預金制度を廃止すると、民間銀行から信用創造特権を略奪すると。その大元は中央銀行、日銀なんですね。中央銀行が国民資産である円紙幣を勝手に刷って、全てを自分たちの仲間の金融機関に流すと。で、金融機関が預金者の、預金高の 1%、
正確に言うと 1.33% ですね、を日銀の口座にですね、預託するんですね、預けるんですね。すると瞬時に、1.33 倍ですから 60?70? ちょっと待ってください。75.18 倍ですよ。預金者の預金金額の 75.18 倍が瞬時に、通帳マネーとして、各民間銀行が日銀に持っている口座の預金通帳に印字されると。その印字された預金額を 最高限度として民間銀行はあらゆるものに利子をつけて貸し出すと。そして毎月借りた人は高い利子を含めた元本と利子を現金で返済すると。そして、借金の返済がすべて終わった段階で、当初は通帳に印字された預金でしかなかったんですけど、それが元本と利子が現金で民間銀行の懐に入り込むというこの準備預金制度、これを廃止するということが最大のこの世の中を劇的に改善するための最大唯一の方法なんですね。で、そのためにすべきことは我々いわゆる今まで政治の舞台に登場してこなかった市民革命派が1000万人、日本では1000万人ですね、の同志を募って、各地で、地方議会あるいは地方の自治体の首長をあるいは議員をの多数派を形成して、最終的には衆議院と参議院で市民革命派プラスアルファが議員定数の半分以上を占めるということで、市民革命政権を樹立して、そして一番最初にすべきことは中央銀行の国有化、 100% 国有化、そしてすべての権限を国会に移管することによる国民化ですね、をすると。そうすると準備預金制度自体が成り立たなくなるということですので、民間銀行の存立基盤そのものが崩壊するということで、民間銀行は消滅するしかないんですね。ですから全ての金融サービスはもう民間銀行抜きで、日銀の各支店プラスアルファ、地域の経済にずっと資金提供してきた地銀とか、あるいは信用金庫とか信用組合とか地方銀行等々を日銀の支店網の中に加えてですね、全ての金融サービスは日銀がすると。そして当然ながら金利はもらわないと。手数料、安い手数料だけで個人に対しても中小零細企業に対しても企業に対してもあるいは地方自治体に対しても政府に対しても、信用創造を直接日銀が与えるということをすればですね、黙ってても経済成長というのは 4%、5% 確実に達成できるんですよ。今まではその実体経済の成長を資本利益率 4% のいわゆる通帳マネーの博打経済を世界的な規模で行ってきた民間銀行、メガバンクがかすめ取るということで、最終的には経済成長が 1% になっちゃったということなんで、まさにその資本利益率 4% の元となっている信用創造特権である準備預金制度自体を廃絶して、
その力の源泉である中央銀行を 100% 国有化して国民化すると。そして同時に政府に対しては政府に与えられた信用創造特権である国債の発行権をも剥奪、国債発行は全て禁止するということをですね、そして今まで歴代自民党政権の政治家と財務官僚と日銀官僚とそれから民間銀行が積み重ねてきたいわゆる国の借金1167兆円これを全部別会計にして、元本と利払いを停止するとそういうことによって毎年24兆円もの国債費が節約できるんですね。でそれを全額、最優先課題である教育の無償化に使えば保育園から大学院まで日本の学校は私立含めてですね、全て無料化できるんですよ。ということですね。何の話か。あ、そっか。今日のあれですね。一言6つ、全て住民預金制度自体がこの大格差社会を作り、世界で1日100円以下、12億人、で1日200円以下で生活する人が30億人ということは、合わせて70億人の全世界の人口の中の42億人ということは、60% の人が極貧相で、生活せざるを得ないという状態にならせとは一体何かというと、これはもう先進国で、民間銀行が他人の預金の 1.33% を預託するだけで莫大な余震が生み出されるという、無からお金を生み出す壮大な詐欺システムである準備預金制度なんですね。ということです。アイブニアさん、コンティニーコインですね。シカゴさんが準備預金制度、信用創造の詐欺ですから、今のキーワードは信用創造特権、準備預金制度、それから日銀の国有化、国民化で、政府の信用創造特権である国債発行の禁止、この3つですね、今のキーワード。広川ず早川さん、お茶ですね。シカゴさん、保証が約 1% のイカ様、現在の日銀の銀行に対する法定準備率は 0.05 から 1.3。まあ、私が今日ちょっと計算したら 1.33% でしたね。ですから倍率がさっき言いました1.8、いくらって言いました。どこ行っちゃったな。75.18 だ。ということですね。準備預金制度とは、1957年に施行された準備預金制度に関する法律に基づいて、金融機関に対して保有する預金の一定割合以上の金額を一定期間の間に日本銀行の当座預金に入れることを義務付ける制度と。これは実はまさに壮大な詐欺システムだということですね。それはもうほとんどの国民は知らされてないと、あるいは学者も知らないかもしれないですね。まあ、日銀の総裁以下幹部連中は知ってるんですね。それから財務省の官僚たちは知ってるんですね。政治家もほとんど知らないんじゃないですか。シカゴさん、放送中ですね。今日のメインテーマですね。テロだと、金融テロだったことがバレる寸前にこのショックドクトリンをビスの命令で施行しただけなんだと、強行しただけなんだと。
ということですね。ということで、15分33秒ですね。そしたら、今日の画像か。今日の画像は、シャープ債権支援の構図ということで、これは東京新聞かな、出てたんですよね。それで問題はですね、この台湾の、企業が最終的には買収するっていうふうに役員会で決まったと。その役員会は全部で、13人ですけど、生え抜きが4人しかいないと。で、外部出資者が4人から社外役員が5人ということで、ここにですね、いわゆるシャープのメインバンクの三菱東京 UFJ とそれから、みずほ、これが1000億ずつ2000億出資してるんですね。で、彼らがこの台湾の企業に売るという方向づけを彼らが強力に推し進めた結果決まっちゃったんですね。で、なぜかというと、彼らはこの台湾の企業がですね、2000億を優先株として買い取りますと。だから2000億出資したものが、いわゆる、経産省所管の産業革新機構という、ここも対抗馬として、出資すると、支援するということで、交渉してたんですけど、最終的になぜ台湾の企業に決まったかというのは、この三菱東京と、それからみずほのメインバンク2行が、自らの出資金2000億円を買い取ってくれるということで、損を出さないというスキームに対して彼らは台湾の企業を選んだと。で、そのためにこの13人いる取締役会で強烈なプレッシャーをかけて取締役会で決定させたということで、だから民間銀行、特にメガバンクが台湾企業に、が買収する方向に誘導したということなんですね。ホンハイっていうんだ、台湾のホンハイ。それでこのホンハイの会長っていうのは海鮮山鮮のとんでもないやつで、要するにリストラはしませんとか、あるいは液晶とか等々のシャープの機関部門は切り売りしませんとかっていう口先だけで、いいこと言ってるんですけど、おそらく買収した後は何でもありということですよね。そして、シャープ再建が彼は調印を伸ばしているというふうに言われてるんですね。で、なぜかというと、シャープ側が取締役会の前日に本廃側に出したという文書、米紙によると債務はシャープが抱える訴訟案件や会計基準の変更などで発生する可能性があると。3500億円プラス追加支援が必要になるかもしれないということで、この本廃の会長が調印を遅らせているということでなんですね。で、まあ、私がこの問題で言うべきことは、一つはメガバンクが自らの出資金の回収を保証してくれる本廃の方に強力なプレッシャーをかけてその通りになったということで、いわゆるメガバンクのいわゆる自分たちの利益だけで、まあ、シャープが持ってる先端技術っていうのは、単なるシャープという企業が持ってるだけじゃなくて、日本国民のいわゆる
資産なんですね、国民資産なんですね。で、国民資産を外資に売り渡すという売国的なことをやったのがこのメガバンクですよ、三菱東京とみずほですよ。それともう一つはこの日本政府通商産業省が管轄している産業、革新機構という、なんかわけのわかんない支援組織が最初から全然やる気ないんですね。で、なぜやる気ないかと、要するに安倍内閣が全然シャープを1億とか2億出してもう救済するんだと、日本の先端技術が外資に漏れることは絶対許さないという強い意志でですね、最後まで戦えばよかったんですけど、最初からもうやる気なしと。なぜかと、これはもう完全に東芝とシャープの違いですよ。東芝は原発技術、原発村の主要メンバーであると、それといわゆる軍需産業の一社として軍需技術、先端技術を持っているということで、対してシャープというのは 100% 民需ですからね、原子力原発技術もないし軍事産業でもないと、 100% 民需ですよ。だから 100% 民需の会社をわざわざ安倍が救済するってことはありえないですね。彼らはどうでもいいんですよ。東芝だったらどんなことしてでも救済したんですけど、この差ですね。から3つ目は、なぜ、本杯が7000億という巨額の資金を用意できたかといえば、円が半分の価値しかなくなっちゃったと、こういうことなんですね。で、本来だったら1億4000万円の、1兆4000億かを出資しないとシャープを支援できなかったんですけど、アベノミクスのおかげでですね、この3年前と比べたら円の価値が半分になっちゃったと。だから彼らは今回は巨額な投資資金を円安のために調達できたということなんですね。で、4つ目なんです。これが一番最大の問題は、政府主導のいわゆる産業革新機構というわけのわからないところが前面に出てやる気がない形で、結局負けちゃったんですけど、本来だったら日銀がですね、1兆円の円を刷ってシャープ救済に使えば全部解決なんですよ。日銀がいわゆるデフレ不況を克服するために、異次元の金融緩和するというお題目で始めたアベノミクス異次元の金融緩和は、結局3年間で300兆円の円をすりにすって全て金融機関に提供して、金融機関は実体経済にほとんど回さないで、株とか債券とか国債とか、あるいは世界にのいわゆるハゲタカファンドとか投資銀行に定理で貸し付けて、そして彼らが投機資金として実体経済に寄生して、実体経済の利益を横取りするということをやってきたから、当然ながらデフレ不況っていうのは改善もされないし、ますますひどくなるということなんですね。ですから、もしも本当に彼、黒田が言ってる異次元の金融緩和で市中に資金を潤沢に流すんだということであれば、1兆円の円を刷ってこのシャープ救済に当てればもう一発で解決したんですよ。それを一切関係ないということで、黒田は全く、今日のメインテーマですけど、金利のマイナス金利の導入という、今まで、日本でやってこなかったと、ヨーロッパではすでに導入されているという実績しかなくて、ほとんど全て失敗しているというものを突然ですね、
1月の29日に発表して、導入したということしかやらないというのは一体何なのかということですね。まあ、このシャープ再建、本杯に、まあ、最終的に買収されると思うんですけど、まあ、その後1年2年経ったらいわゆる初期の再建計画が達成しないという名目で彼はシャープの各部門を切り売りすると、あるいは大リストラをするということはもう目に見えてますよ。それで、シャープを日銀の1兆円の資金で救済した後は、このシャープをここまで経営危機に陥れた歴代の経営陣に対して民事と刑事で訴追するということですね。それで責任取らせるということだと思うんですけどね、シャープに関しては。まあ、ですからこの今日の画像に関してシャープの再建支援の構図というのは全く的外れであると。だからおそらくシャープの本体の社員プラス家族プラス下請けで、おそらく5万から10万人の人たちの生活がこれで、不安定になると、あるいは失業すると、あるいはお父さんが失業して、学校に行けなくなる子供さんも登場すると思うんですけどね。そのことに対しての、いわゆる支援のスキップが日銀が本来は国民化あるいは国有化された日銀というのはまさに真っ先に認定機を回して1兆円を供給すれば解決するんですよ。そのことを誰も言わないというのは一体何なんですか。日銀というのは全くの別のものだと皆さん考えてるんですかね。何にも言わないですね。日銀が円吸ってシャープ救済すればそれで済むじゃないかということを簡単なんですよ。東芝9000億、だから9000億の巨額損失でもうシャープと同じぐらい倒産状態なんですけど、なぜ、東芝がこの台湾の鴻海みたいな海外企業に買収されることが一切出てこないというのは一体何かというと、これはもう原発利権から核兵器利権ですよね。原発と核兵器、それからまあいろんな、先端武器ミサイルとか等々の先端兵器の IT 技術を東芝が持ってるからですよ。原子力マフィア東芝巨額粉飾決算の先般は戦後70年談話に関与したある首相のお友達と官邸の意向で責任逃れとリテラー、これでしょ、ウェスティングハウスという、アメリカの原発メーカーを6000億かなんかで買ったバカがいいんですよね、東芝のなんとかっていうやつ。そいつが安倍のお友達ですよ。東芝なんかもう原子力とかあるいは軍事技術なんかやめて、IT とかですね、白物とか等々の民需 100% に切り替えて再建するというのが正しいんでしょうね。未だもって、逆に IT なんかは切り離して安倍が進める原発および、軍需産業の方に、東芝の主力を置くという全く馬鹿げた現在の馬鹿社長たちの誤った経営戦略で、まあろくでもない会社になっちゃったということですよね。東芝粉飾決済中心人物であだ名は原発野郎とマスコミが報道しない原発物です。これ誰でしたっけね、名前忘れちゃったんだけど、
原発やろうという。要するに東芝に無理やり原発ビジネスを将来の、あの主要ビジネスに育てんだと言ってくっつけたやつがこいつなんですよね。シャープだけじゃないと、アベノ円安で日本企業は爆買いされますよ。だって半値で買えるんですよ。毎日新聞ジャーナリスト大河原さん、ハンフィ、シャープが本杯への身売りに傾いた4つの理由、毎日新聞、これ前取り上げたと思うんですけどね、ナチスとスイスの国際決済銀行ビスの協力関係とですね、ビスは1月に、ビスは日本語で国際決済銀行と訳され、1930年1月に世界の主要国が出資し、その中、地方銀行、紙幣発行権を持つ民間銀行をメンバーとする国際銀行。これがまさにユダヤ、ロシアの国際金融マフィアの司令塔ですよ。バーゼルなんですよ。ロンドンじゃないんですよ。からエレファントムさんが今日のメインテーマですね。ビスの指令で強行されたショックドクトリンだと。あの黒田が毎月ビスに行ってるということも完全に伏されてる、タブー視されて、みんな知ってるんですよ。経済学者、経済ジャーナリスト、いわゆる日銀クラブの記者クラブのメンバーの記者たちは全員知ってるんですけど、絶対言わないですね。それで、この前、株が急落しちゃったということで、黒田日銀総裁は外遊を切り上げて、急遽帰国したという記事があったんですけど、あれはもう完全に、ビスに行ってたんですよ。それでマイナス金利をどう導入するかっていう詰めをやってたんでしょう。でそのことを書くよって言うんですけど、書かないですよね。おそらく彼は、黒田っていうのは白川前総裁と同じように、ビスの理事会の副議長をやってると思いますよ。だから毎月行って、いわゆる密談をして、で最後は最上階にある、なんか 最高級の料理とワインを出す、レストランで、限定されたメンバーだけで、豪華な食事を楽しむと。でそこからはスイスとドイツとフランスが見えるという眺望が見えるということなんで、彼らはまさに俺たちがこの世界を支配してんだと。美味しい料理と美味しいワインを飲みながら、そういうふうにやるじゃないですか。おごり高ぶってんじゃないですかね。砂月さん、今日のメインテーマですね。ワイワイニュースライブ、ただいま配信中というかですね、後輩テリー号が描くシャープの使い道、4年越しでラブコールを送りつけた狙いは、EV への参入と、日経ビジネス。高橋さん、大量殺戮のための利権を持っている東芝、ちっとも誇れるどころではないばかりか、このままなら残虐企業として未来に残るという。だから東芝のまあ何人か正社員いるか知らないですけど、おそらく 2,3,000 人はいると思うんですけど、まだまともな感覚の社員っていうのは残っていると思うんですよね。だから彼らがバカな経営陣が、安倍の進める原発ビジネスと、それから核兵器ビジネス、あるいは、核兵器ビジネスをやるのは間違っているという声を上げないよと。こういうことでしょうね。なんで黙ってんのと。首切られてもいいから、抵抗しなさいよ。戦いなさいよ。ということじゃないですか。自分の、まあ、奥さんとか子供の誇りのために戦えと。こういうことだと思うんですけどね。なんで黙ってんのと。まあ、組合なんかどうしようもないけどね。御用組合は。ということですね。
それで今日は例の朗読は同じ日銀関係ですんで、ダブっちゃいますんで、今日は省略ということですね。それで今日のメインテーマですね。日銀のマイナス金利導入は黒田日銀の異次元金融緩和が日本国民の資産を合法的に略奪する金融テロだったことがバレる寸前にビスの指令で日本国民にショックを与えて思考停止状態にして、その本性を隠蔽するためのショックドクトリンだったと。そうですよ、内部告発あるいは内部革命が必要なんですよ。それをしないからシャブみたいにバカな経営者が液晶に、亀山工場がなんか産地が亀山って書いてあるんですよね。どこだろうが関係ないんですよね、 IT 機器なんていうのは。要するに性能が良ければいいわけですよ。でそれを何勘違いしたか、国産の亀山工場でできたもんですよということで付加価値をつけたつもりだったんだけど、付加価値なんそんなところに付加価値なんかできこないですよね。食料品だったら美味しいとかね、南魚沼郡のお米は美味しいというのはだから高くても付加価値がを皆さん認めてるんですけど、シャープの亀山工場でできた液晶画面が他の半値の半分の値段の中国でできた液晶とどこが違うのと。だから全くの当時のなんか若手のいわゆる新自由主義者の社長がそういう路線を取ったらしいんですけど、そいつ今何やってんのか、何事もなかったかのように、どっかに隠れてんじゃないですかね。責任取るよって言うんですよね。品月さんコンティニコイン、そうですね、やはり内部告発とかあるいはいわゆる革命権抵抗権、を単に政治とか社会だけでなくて、会社のバカな経営者に対しても一人一人の社員というのは会社の命運あるいは社員の命運あるいは社員の家族の運命がかかってるんで、抵抗権革命権を叫んでですね抵抗しろよと。シャープなんか台湾に身売りですからねっていう、本当そうですよね。これで海鮮山線の本杯の会長がこう言った、ああ言ったと言って何の保証もなくてリストラしないですよと、あるいは切り売りしないですよと、そんなのは 2,3 年経てば完全に保護ですよ。 2,3 年どころか1年で保護じゃないですかね。ということですね。何ですか今日のメインテーマですね。で1月29日の日銀政策委員会の決定に基づいて導入された日銀当座預金へのマイナス金利導入に関して、日銀は情報開示を十分にしない、要するに国民にその本体がいわゆる本性正体が分かっちゃうとまずいということで、いつものごとく説明は十分にしないで、国民の理解をわざと妨害してるんですよね。で、日銀のウェブサイトを見てですね、そこで公表されている、いくつかの資料を読み込んで、私は次のような結論に達したと。で結論1、日銀当座預金残高に関して、要するにマイナス金利を導入しますと。それじゃあ現在の預金残高220兆円のどこにマイナス金利を適用するのと、あるいはゼロ金利はどこで、プラスの 0.1% の金利はどの部分に継続してやるのかっていうのは一切言わないんですね、あいつらね。で、いわゆる解説みたいなものの中から見つけたんですね。
現在の日銀当座預金の残高、残高、いわゆる民間銀行が日銀に預けている預金の総額は220兆なんですね、平均ね。でその中で、ゼロ金利の適用っていうのもずっとされてたんですよ。それは何かというと、主要準備額という、何の説明も ないから分かんないですけど、いわゆる準備っていう名称が使われてるってことは、準備預金制度のいわゆる基本部分ですよ。だから 1% とか 1.33% 民間銀行すべての預金総額の 1.33% をいわゆる準備預金制度として民間銀行は日銀の当座預金に預けなくちゃいけないという法律の縛りがあるんで、その最低額のことでですね、9兆円なんですよ。だから9兆円が220兆の中で9兆円がいわゆる法的な義務付けされた準備預金制度に基づいた供託金というか委託金なんですね、9兆円で。それになんかわけのわかんないですけど、支出支援基金と被災地支援オペというのが30兆ぐらいあると。ですから合計約40兆に関しては金利はつかないよというのは前からそうだったらしいんですよね。そうすると残りは何かというと、220から40兆引くと180兆と。ですからこのマイナス金利を導入する以前は、民間銀行が預けた180兆円の預金に対して日銀はプラス 0.1% の金利をつけてあげてたんですよ。ということは年間1800億円の利子収入を日銀は民間銀行に保証してあげてたという、とんでもないですよね。それで今回マイナス 0.1% の金利が適用される額はどこかというと、10兆円、最初10兆円1年2年3年あじゃないや1ヶ月2ヶ月だ失礼しました 1ヶ月2ヶ月は10兆円で、3ヶ月後は30兆円までやると、こういうことなんですね。ということは以前は180兆円の預金残高に対して 0.1% 適用されたけど、今回はマイナス 0.1% 適用が10兆から30兆あるということなんで、180兆ではなくて、引く10、170兆から150兆、最初の3ヶ月は170兆円に対して 0.1% のプラス金利を適用すると。で3ヶ月後からは150兆、だからたかだかこれほど大騒ぎしてマイナス金利導入するんだということで、それだけ聞くと預金残高220兆全部に対して日銀はマイナス金利を導入するんだというふうに、勘違いしたけど違うんですよ。220兆の中の、まあ、ゼロ金利のを除いた180兆のうちのたった10兆から30兆ですよ。だ残りの150兆から170兆に関しては相変わらず 0.1% の金利をつけてあげるということですので、年間1500億円から1700億円を交渉してあげるということだけの問題なんですよね。そのことをちゃんと言えよと一切言わないんですね。うん。ということで、ですから 0.1% の金利をつけるってことは一体どういう意味があるのかということですよね。で、一般庶民が普通銀行に、民間銀行の普通預金口座に例えば100万円を預けてもですね、いわゆるこのマイナス金利導入前の普通金利の利率は 0.02% なんですね。
そうすると100万円預けても200円しか利子がつかない。で一方同じ100万円を民間銀行が日銀の当座預金に預金すると 0.1% ですから5倍の1000円の金利がついたとこういうことなんですね。だから完全にしかも民間銀行が預ける民間銀行が日銀に預ける預金のほとんどというか全てが他人の預金でしょ。自分のお金じゃないでしょ。他人のお金で、金利を稼いでたとこういうことですよね。それで、マイナス金利導入されたということで早速、民間銀行は 0.02% あった普通預金の金利を20分の1に下げたんですね。 0.01% ということは以前は100万円預けると200円ですけど今は100円預1年預けると10円しかならないというとんでもないことが起こってるんですね。ですからみんなは皆さんはもう銀行で預けるのやめて、丈夫な金庫を買ってそこでタンス預金するという正しい選択をしているわけですよ。突然20分の1に金利を下げたんですね。 0.01 ですよ今。ということですね。それから結論4、このマイナス金利を嫌ってですね、民間銀行は日銀当座預金から10兆から30兆の預金を引き上げると。しかしその資金のほとんどがですね、金利がつく国債購入に回って国債金利が暴落してマイナス金利になっちゃったと。マイナス 0.065 ですって最新の金利は。ということは国債の金利が暴落しちゃったということなんですね。で民間銀行はこの日銀の当座預金に10兆20、30兆預けてると 0.1% の金利がついちゃうんで、国債を買えば 0.06%、0.065% でまだいいと。それで、これだけの巨額な10兆30兆を何もしないで、民間銀行が抱えているとするとそれだけでですね、1%、2% のいわゆる負担ですね、膨大な金額のセキュ、金額ですので、セキュリティ金庫もないと。10兆30兆を民間銀行の頑丈な金庫に入れるってことはできないですよね。だから何もしないで民間銀行が10兆30兆の資金を持ってるだけでも日銀に預けたりあるいは国債を買ったりするよりはまだ経費がかかんないということなんですね。で黒田日銀総裁がこのマイナス金利導入の目的は日銀当座預金口座に滞留している資金を市中に回すための処置だというのは全くの大嘘。市中なんか全然回らないですよ。金庫屋が大忙しそうですと。そうですよ。だからみんなあれですよ、金融大恐慌が来たら金融と口座封鎖されますんで、今のうちにもう本当にあれですよ、1万か2万を残しただけで、銀行の預金を全部引き上げて金庫の中のに入れておくというのが正解ですよね。まさにマイナス金利がショックドクトリン、スピン報道、報道同様国民の目を欺く手法ですねという。そうだ、これはあのバカなですね、日銀の首脳たちが自分たちで考えたんじゃないんですよ。ビスですよ、ビス。あのバーゼル の巨大な塔ビスに救ってる、一見悪知恵の発達した
いわゆる国際金融マフィアたちがまずヨーロッパで実験して、で次は日本だということで、準備して、黒田に、強行させたということでしょう。俗名ザラストローさん、こんな銀行にお金を預けるべきではないと思いますという、まさにそうですよ。ヒロさん、コンティニューコイン。ミュウさん、コンティニューコイン。ヒロさん、コンティニューコイン。2枚ですね。ミュウさん、配信ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。ミュウさんですね。ヒロさんが、お茶が3杯ですね。から、砂月さん、サムソンなどは技術だけが欲しいから、引き抜かれた技術はもう数年でお払いろという、そういうこと、そういうことですよね。だから、社員を大切しない会社っていうのは、一時的に業績は伸びるけど、リストラで、でも長期で見れば、いわゆる社風が破壊され、企業としての対応をなさなくなるでしょうね。だからシャープなんかもそうでしょ。ものすごいリストラをして優秀な人材がこのサムソンなんかに行って、で結局 2,3 年使われて技術だけ提供したけど、もうあんたいらないよと、使い捨てにされるとこういうことを繰り返してきたんでしょうね。東芝なんかもそうでしょうね。シカゴさん、日本経済破壊とユーロ危機はビス国際決済銀行が仕掛けた杉並からの情報ですということですね。だからユーロ危機もあれですよ、ビスあるいはゴールドマンサックス、ギリシャ国債の暴落なんていうのは完全に、ゴールドマンサックスですね。そこで仕掛けた人間が今ECB、ヨーロッパ決済、ヨーロッパ中央銀行の総裁やってる ドラギエでしょ。彼はその当時2000年当時ゴールドマンサックスの副会長やってたんですね。でその後イタリアの中央銀行の総裁になって、その後 ECB の総裁になったということで、だから自ら仕掛けてギリシャを借金漬けにして国家破綻させた張本人がギリシャを救済するための支援を ECB 総裁としてやって、で過酷な条件で飲まないと支援しないよというふうに脅かしているというのは、まさにマフィア、ギャングですよね。金融テロリストですよね、あいつらね。お初ですと、俗名さん、しかしシャープは売って東芝助けるとか本当に露骨的、露骨ですね、露骨ですよ。もうシャープなんか台湾に耳ですからね、と、ということですね。国際決済銀行ナチスに協力したセントラルバンカーということですね。何でしたか、結論が4ですね。だから黒田日銀総裁がマイナス金利導入は日銀当座預金に滞留している資金を市中に回すための処置なんていうのは、また嘘。そうだったらさっき言ったシャープに1兆円市中に回すよというんですよね。だから彼の、まあ安倍も息するたびに嘘言ってるけど、黒田も同じやから、呼吸するために応するというやつでしょうね。ですから黒田総裁と安倍晋三首相とが一体となってデフレ脱却を口実にして日本国民の資産を合法的に略奪する金融テロであるアベノミクス、異次元の金融緩和を強行し、3年間で300兆円もの国民資産の円紙幣をすりにすって全て民間銀行に提出したと、提供したと。しかしデフレ不況はさらに悪化して、誰が見ても黒田日銀総裁の異次元の金融緩和は国民生活を破壊し国民資産を奪った金融テロだったことがバレバレになったと。それで黒田総裁はビスの指令で今まで実施されることないマイナス金利を突然導入することで日本国民にショックを与えて思考停止状態にして正体を隠蔽するためのショックドクトリンを図ったんだと、こういうことです。
世界経済恐慌で、ビスは砂上のバベルの塔になるでしょうと、中心は AIIB、ブリックスになるのは避けられないと、うん、いうことですね。バベルの塔です、これ。それで、関連情報として、まあ、その出て主要準備額という、見慣れない、言葉が日銀の資料に出てるんですよね。主要準備額9兆円って。それで私はピンときたんですね。準備っていう言葉が入ってるってことは、要するに準備預金制度で準備預金率に従って、最低限民間銀行が日銀に預託しなくちゃいけない最低の金額がこの9兆円だろうと。その、まあ、100倍、正確には 75.19 倍、75.18 か倍の余震が与えられるということですね。で、日銀が言う民間銀行が日銀に預け入れなければならない最低金額のことを主要準備額という。で、すなわち自民党岸内閣が1957年に成立させた法律、準備預金制度に関する法律で定めた準備預金制度によって民間銀行が預金者の預金、現金の平均準備率、1.33% の9兆円を日銀当座預金に預託した金額の総額であると。すなわち、主要準備額が9兆円ということは、民間銀行の預金総額が 75.18 倍の676兆円であることを示していると。実際にそうなんですね。675.7 兆円なんですね。だからほぼ当たってるんですよね。で、この準備預金制度こそが、さっき今日の一言で言いましたけど、政府と中央銀行と民間銀行がグルになって、民間銀行に独占的に信用創造特権を与えて、国民から資産を合法的に横領する、無からお金を生む詐欺システムなんだ。国民はこの合法的な詐欺システムを全く知らないまま、民間銀行に資産を略奪され、全員が借金漬けにされてんだと。これこそが個人も企業も地方自治体も政府も世の中全てが銀行によって小売りの借金付けにされている根本原因だと。これこそが世界の 1% 以下の超富裕層、一説によるとたった62人が全世界の富の半分を独占している根本原因なんだと。これこそが米国、日本、英国をトップに先進諸国を先進各国を大格差社会に変貌させた根本原因なんだと。これこそが1日100円以下の生活で生活する12億人、1日200円以下で生活する30億人の貧困、極貧層を生み出したんだと、こういうことなんですね。とっくにさん、お茶、20年前100万を1年預けて通帳記帳したら、なんと100万と60円と、こういうことですね。20年前、まあ、世界恐慌でビスは、これは読みましたね、バベルの塔。とっくにさん、20年前、地銀に100万を一度1年間預けて通帳記入してみたら100万と60円と。サービス料が元本を送っていて実質マイナス金利と感じたねと、今更の話のように思うと。60円ってことは 0.06%、 そうですね。20年前も結局はゼロ金利だったんですよね。ということですね。それで、まあ、関連情報として、民間銀行の資産内容の内訳が一体どうなってるのかということで、今日ちょっと調べてみたんですね。そうすると総資産が1019.9兆円、
で預金が 675.7 兆円と、から日銀の準備預託金が220兆と、でその内訳っていうのはいわゆる最低限使用準備額が9兆円、そして超過準備金が180兆円と、そのうち、150兆円から170兆円がプラス 0.1 の金利が適用されると、たった10兆から30兆にしかマイナス金利は適用されないと、それをですね、あたかも全部の日銀の口座に入っている民間銀行の預金全部にマイナス金利が適用されるんだというような誤解をですね、わざと残してますね。から株とか債券の購入費というのは民間銀行は230兆使ってるんですね。で日本国債が100兆円使ってるんです。で日本株債券に 76.6 兆円、外国株国債外国債券に 53.8 兆円と、あと借用金というのはですね 44.9、 これは借入金ですね。民間銀行がどこからか借りてる借金が 44.9 と、全部合わせると、全部合わせてこの借用金をマイナスすると1019兆9000億という日本の民間銀行の資産内容が出てくるんですね。おそらくこれ誰も知らないんじゃないですかね。日銀の統計局のエコノミストたちぐらいしか知らないんじゃないですか。ということです。今日の一言をちょっと6つありますけど、アップしますかね。今日の一言。諸悪の根源がこれですよ。安倍が悪い、政治が悪い、官僚が悪いって言うんですけど、一番悪いのはこれですよ。これですね、準備預金制度です。この国は勝ってないほど世界社会福祉の進んだ国ですと。なぜならば精神的に大いなる問題が生じても政権トップにつけますという、皮肉ですねこれね。とっくにさんお茶ですか。安倍に対する大いなる皮肉ですね。あんなバカが最高権力者首相になれるってことは、よっぽど日本は寛大で福祉国家じゃないかと。バカで気違いでファシストが首相になれるってことは、それだけ寛容な社会なんだと、こういう皮肉ですよね。から準備預金制度こそが世界の 1%、 この前の記事によると62人が世界の富の半分を独占している。ビル・ゲイツが最高で10兆円とか入ってますよね。で日本はユニクロの柳井正社長が2兆何千億と。それから準備預金制度こそが個人も企業も地方自治体も政府も世の中すべて銀行によって高利の借金付けにされてるんだと。だから銀行、直接銀行じゃなくてもカード会社っていうのはもう今ほとんど銀行がの傘下に入ってますんで、カード会社が預金をそれぞれ10万とか50万とかなんかつけてリボルビングさせるというと、金利が 15% ですからね。黒田官兵衛の子孫なの？あ、そうなの？でも関係ないよね、もう。本人が問題だよね。先祖に有能な人がいたということは全然関係ないでしょ。ハチさん、こちらですね。それから
準預金制度、コスは政府と地方銀行と民間銀行がグルになって、民間銀行に独占的に民間信用創造特権を与えて、国民から資産を合法的に横領する、無からお金を生み出す詐欺システムなんだと。ジャパンハンドラーズの安倍氏への命令は、実体経済に金を回すことは絶対に許さない。いや、だから命令系統2つあるんですよ。いわゆるビスの金融テロの命令と、それからジャパンハンドラーズ、ネオコンによる、いわゆる軍事政治テロと。だから 2つから命令が来てるってことですよね。だから安倍がジャパンハンドラーズの政治テロの担当で、黒田がビスによる金融テロの担当というふうに2つが分かれてるんですね。ということで、準備預金制度、これこそが我々が打倒する最大の元凶だと。これが打倒され、日銀あるいは FRB あるいは ECB、 イングランド銀行等々が国有化され、国民化されれば、世界は劇的に良くなって、戦争なりテロも、まあ、10年後にはなくなるでしょうね。核兵器もなくなると。なぜならば、準備預金制度によって、ユダヤ国際金融マフィアの力の源泉なんですね。で、彼らの金融力が軍事力、あるいは宗教支配、あるいは王国王族支配、あるいは教育とかメディアとか洗脳支配等々に金を供給してるから、権力が維持されるということなんで、元を立てば、末端の他の支配権力っていうのは、資金枯れで、ドミノ式に解体されるとか、こういうことでしょうね。シカゴさんが今日の一言リツイートしてくれてますね。ありがたいですね。ということで、今日のトピックス、これはシャープ再建、これ言いましたよね。からニューヨークタイムズ前支局長が安倍政権の海外メディア圧殺の手口を暴露、日本の報道は安倍に分断されていると警告もと。これリテラですね。これなかなかいい記事ですね。シャープの後、抜かしたんだ。炉心用溶融の判定基準発見、東電3日後に公表可能だったっていう。これは忘れてたとかなんかいう問題じゃなくて、知ってたけどまずいから出さなかったという、情報秘匿、情報工作、だから国民の知る権利を破壊した、毀損したっていう、まさに国民反逆罪の最たるものですよ、これ。だから知らなかったんで、気がつきませんからすいませんでしたっていうんで、一切の責任は免罪されるということを絶対しちゃいけないですね。だから準備預金制度による支配に対して我々はどのように抵抗していればいいんですか。まず、いわゆる民間銀行からに金を預けないということですね。それと日銀がこの間言ってますように、何の法的も日本国憲法に円の発行権、通貨の発行権は誰かということは一切書いてないんですね。で、日銀はずっと日銀法っていう法的根拠を持ってなかったんですね。あったのが旧大日本帝国憲法の下で作られた、1943年に作られた旧日銀法しかなかった。
で、それはまずいということで、彼らは1997年、橋本内閣の時に日銀法を作ったんですけど、日本国憲法に書かれてない日銀が通貨を発行するというふうに勝手にでっち上げて書いたんですね。で、それが今の日銀が300兆も国民資産の円をすりにすって金融機関に流すと。こんなものを知ってたに決まっていますと。何のことですかね。ああ、炉心溶融か。そうですよ。だからこんなあれですよね。こういう、要するに、国民に危険、国民を危険にさらすという大罪を犯した東電の責任者、誰一人逮捕されないと。強制捜査もされないという、まあ、日本の権力者というのは一切権力犯罪を免罪免責されているという典型でしょうね。これずっと昭和天皇からずっと続いている日本の権力者が全て免罪免責されていると。で、唯一重罪に処せられるのが一般民間人の些細な犯罪と。だから清原の覚醒剤、使用疑惑に関しても、あの報道ぶり見るとよっぽどの凶悪犯罪者と思いますよね。でもたかだか自分で責任取って自分で稼いだ60億円を使いに使いまくったということだけの話でしょ。だからおかしいんですよね、日本のマスコミも。だからそれに踊らされてる国民もバカだということでしょうね。とっくにしたお茶、陰徳、隠蔽ですねと。本来の恋なわけがないということですけども、まさに権力犯罪ですよ。権力犯罪を徹底的に追及して責任を取らせると。いうことをしない限りこの国は良くならないでしょうね。あなたさん、戦争犯罪の岸信介、安倍晋三の祖父ですね、が成し遂げられなかった憲法改正を無理にやろうとしていると。それに協力する創価学会、公明党、これは日本会議、神社本庁、靖国神社、護国神社等々ですね。興味深いことに裏にパソナと絡んでいると一部が指摘されているのにさほど話題にならない、本当に面白いですねという。これは誰ですかね、パソナと絡んでいるって。清原のことですかね。ということです。今は何分ですか。73分21秒ですね。閲覧80名様、計325名様、コメント78件ということですね。で、ニューヨークタイムズのこの URL を今貼り付けますんで、これだ。マーティン・ファクラーさん。彼、前支局長だったんですね。アスカ、清原も絡んでんだ、パソナと。だパスナーの、会長、社長、あ、社長か。あれが、創価学会の大幹部だって言われてますけど、彼が全然、マスコミ、あれほどの、大事件っていうか、マスコミ的には大事件なのに、彼が全然登場しないですよね。ニューヨークタイムズ。それから今日の重要情報で、これ桜井ジャーナルさん、ロ軍が空爆を始めてからシリア情勢が劇的に変化し、2月に米ロが停戦に合意し、トルコ政府は孤立と、こういう桜井ジャーナルさんですね。トルコのエルドアンっていうのは安倍と似てますよね。独裁者で気違いだと。
彼もなんかオスマントルコ帝国の再建を無双してるという。安倍はあれですよ、ダニオン帝国の再建を無双してると。からイスラエルの首相、彼は大イスラエルの再建を無双してるという気違いばっかですよね。から今日の注目情報、田中隆作ジャーナルさん、高浜原発規制庁再稼働と冷却水水漏れは別と考えてるって。こいつら本当もう国民反逆罪で逮捕起訴して極刑に処すべきだよね。こんな規制庁の役人徳国さん、お茶配信ありがとうございますと、勉強しながら頑張りますという。そうですね、ぜひ輪を広げていただきたいですね、ということですね。ニューヨークタイムズの支局長ですね、前支局長が安倍政権の海外メディア圧殺の手口を暴露ということですね。ということで今日の放送、今日は金曜日ですので、放送はこれで終わりです。76分17秒、閲覧82名様、計338名様、コメント85件から、たくさんのコンティニューコインとお茶ですね、いただきました。ありがとうございました。それじゃあ明日お休みなんで、日曜日の2時ですね、佐藤さん、第一次安倍内閣の長寿だった亀山モデルのシャープは台湾企業の鴻海に5000億円での買収目前に重要な情報の文書が届けられたとして契約をしばらく見合わせると揺さぶりまくると。そうなんです。だからヤクザなんですよ、鴻海の会長なんていうのは。もう海鮮やめすんの。それにもう翻弄されているということです。ヒロさん、拍手ですね、拍手ですね。やはり我々にできることは民間銀行にお金を預けないということなのですね、と。放送ありがとうございました。そうですね、だってその 1.33% が日銀に預託金としてやられると、預けた金額の100倍が彼らの余震として、通帳マネーとして、投機マネーとして、実体経済を殺す資金に使われるということですね。自分たちが自分たちの首を絞めているということですので、メガバンクですから、信用金庫とか信用組合とか、あるいは地場の地方銀行とかの方に、口座を変えると。メガバンク、特にメガバンクからはもう一切取引をやめるというのが正しいんじゃないですかね。ということで今日の放送はこれで終わりです。また明日、明後日ですね、よろしくお願いします。お疲れ様でした。